アニソン女王堀江美津子さん曲で、キャンディーキャンディーの、エンディング明日が好きという曲お願いします。結構皆さんカバーされていらっしゃいますね。いろんな曲、キャンディキャンディもそうですけど、でもねエンディングを、あえてエンディングということなんですけど、まあオープニングっていうのはドラマでもそうですけど、こんな、アニメだよ、こんな、楽しいよっていうこう
なんか派手さとか元気さっていうのを、ね、オープニングで伝えてもらって、そしてエンディングはその、アニメの中で伝えたかったものがこう、歌詞の中に、メロディーの中に入ってますね。なんか寂しいなっていうイメージもあるんですけど、確かにエンディングの方がオープニングよりかは、ちょっとこうテンポが遅かったり、っていうことありますけど、やっぱり、エンディングの中に含まれている、こうエンディングから伝わってくるっていうものがものすごくアニメの場合は大事なもの、大きなものを、ね、感じ取ります、まあ、この年になって明日が好きを演奏するとは思わなかったんですけどね、やっぱり、いい曲ですね。ぜひ今の、小さなお子さん、きっとキャンディーキャンディー知らないと思うんですけど、アニメ見てほしいですね、歌も聴いてほしいです。特にね、エンディングのこの明日が好き、はい、おすすめをいたします、ものすごく、グッとくる部分がたくさんこの歌詞の中にもあります、はい、ありがとうございました。